はい、じゃあ録画開始いたしました。なんとかね、大会の方開催できました。ありがとうございます。12月14日高田の馬場美方のギルティギアギザードリブ2土曜固定スリーオンスリー大会改め、本日は、4人チーム4音となります。よろしくお願いします。それでは各筐体スタートボタンを押して始めてください。どうぞ。明日は店舗予選プラスエリア決勝大会となっています。今日の大会は参加しない人も明日よかったらね参加して盛り上げてくれると嬉しいです。やっぱ店舗予選はいいですね。さて、うちのチームは、マルハンさん、アゼスケさん、ジョニーオ、ジョニー、ホッサ、クムヘヒョン、アゼスケ、メイ、マルハン、ソル、4人チームなんですが、ホッサさんが8時前とかいうことなので、まあ、到着するまでに、全滅してしまった場合は、その時点で終了となります。次はノブソル、FAB、ボチョムキン、ロイソル、チャップチップチーム、おアゼスケさんが出ます。このねチーム戦で役に立たずに負けてしまった時のなんていうんですかね、何も言えないあのなんつうのけど、それを許してくれるチームメイトもねこれから頑張りましょうね。そういうねチーム内の気遣いっていうのがすごいねありがたいですね。人間としても成長できるそんな店舗予選って感じです。チーム戦なんでぜひ皆様はね、まあけど初中級3大会任しといて何言ってんだって話なんですけど、ね、けどそういうことができるようになったのねかなり助かっております。さあ、戦防戦はソル対メイ。さあここで空中戦ジャンプ PKKB からリボルバー画面しフェイントから 2P2K 距離取って沿線が黄色、スタンプはすでに内側入り込んでいました。あーこれは間に合いません。空中戦 PKS ハイサッシュからのリボルバー、ここはストップ当たらずイルカから距離を取りつつ、さあ燃えてしまった。ダッシュからのジャンケン引っ掛けて画面欲しい奥攻めは空車手 PS ハイト、マイハイ投げ漏れたか、しかしゲージがなくて刺さった。空車手しゃがみ意外とね重ねるの難しい足がヒット。さあ体力はここで逆転しようというところ飛んでくれ、あーっとここはロマンキャンセル SI マース当たんない感じのコンボ沿線間に当てます。ドラゴンインソール紫、あーイルカで追いかけてまいりました。日本選手アズスケメイグランドワイパーロマンキャンセルでね攻めていこうというところだったんですけども、さあ通常投げ画面端どっちだわかんねえ、表だ空投げ端前ハイスライルカと飛んできます。画面端 3K からイルカエンス、さあ対空上を見て、さあ炎当たってしまう、ジャンおおジャンケーがちょっと当たんなかったっぽいですね。投げていましたから面白い。ケンガスカウンターヒットハイスラージャンエスジャンハイジャンリード決めて先鋒戦勝ったのはアデスケさんのメインです。乱暴だなエレガンスを磨く、さあチャップさんロイさん FAB さん、ダッ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  FAB さんですさあ FAB もその近代出すけメイ、おおいしい SK はい TBS 足前これもそう、うまい立ち系乗せていく、わーとメガフィスト上から叩いて足払い下段からトントンと固めて中央ボール出してこれデコピンさせないように立ち回っていましたが、ここギリギリで返してきましたね。ダーストアタック、そうだメインマスさん、中段ガードしてるが、さあ体力差相当な差がついて苦しい、逆転するためにはまず恥を背負わせたいところなんですけども、ジャンファイからヒート届かないボール、さあ返すと難しい、最後は投げをニューチョブハイスラッシュですね、飛んで回避、さらにボールハレスとなっています。アズスケメイが1本、さあジャンハイこのオリギアのジャンハイですね、この力めちゃくちゃうまい、
さあ将来しっかりここは見逃さない足払い。さあ飛びたいだろうと咎めた後にガードを固めたメイを持ちます。投げていきます。もう一度あっ、られた1-1。さあね、かなり気持ちよくポンポンポンと当たってきました。最初なんで、さあドコメザキ先生はね、新作で転職が確定しております。よしよし、マイハインに対してタッチマイカンサー、あータッチ系ハンブレバスト、ボール一生行かえ、どうなる、後ろジャンプ足払いを着地に置いてキンバースを返していきます。ちょっとね低めにアガードしないと危ない。さあここで空中ダッシュの S、 ここでバスターします。あーとハンブレのモーションです。スカッた形になりました。どうだこれ、投げは痛いんです。走り遠線が2段からの奥攻め、ヘブンリーダッシュ成功。ね、真下にいちゃうと鉄に踏まれちゃいますんでね、キャラ1キャラ分離れて、だけどうまい黄色キャンセル、ここはよく反応した。ああなっちゃうとね、チョムキンのマイピー交渉が非常に大きい。あーヒント掴んで立ち、はい走っていく 2P2K 崩して、ここ回避デコピンワンダルブ、これおーっとタイミングが難しい。上から来る命を意識しながらのデコピンとなりましたが、下からえぐられました。恐ろしい。立て助さんが似たてです。さて出てくるのはロイさんのソル、大将にチャップさんを残す形となります。エヴァンダイ、あー出たくない、いやー行っちゃいましたね。頼むロイさんっていうところですが、投げていく、わかんねえこれ。さあ大会3連勝そして、10連勝がかかっています。こういう試合で心が良くて全部落としてる感じするんですよね俺はね。さあしかし大会の試合とアグシケさんはね心が強い、動きが変わらない。普段の自分を出せるというのは本当大事ですよね。ジャンケーケツめくり判定からヒールに行きますがミス、しかしダブルアップ美味しい。パフェリーレキンエスのエビー、はいはいボルカニックメイクは超減った 2K キンエス遠距離でストックのビートですが殺し切りです。さあダイナンドボールを作ることに成功、うまい、ここは高さ調整完璧、ナノフェームを避けつつ、さあここはトミーに対して前半落ちましたが、さあ得られております。おいしいラスト上海置き、ダッシュの先に捉えていく、金魚スタッチライン横いるか、 S じゃない、上海に行く、そのまま拾って画面端に沿線が締めから奥攻めは拍手を使ってきましたね。さあリボルバーから、さあこの強気の読み合い、よしよし SD ガード直線ガードから 2P で割って段まで、いいですねこれ 3K 便利、 ES まで決めて 1-1 スーッと距離からね、ああいう風にダウン取れるのが大きい。さあここは待っていた横いるか、爆足から OK 足早い、ここでバースト。さあそして6攻め、上を見ていたが S はい当たらず、円安おお天使で回避しましたが、バックステップを持っていきます。ゴルカキクイバーチオハフニール飛んで上からジャンプス叩いてバーストはからえ呼んでいた、人間スパッシュメイン読みが鋭い。さあちょっとロイさん苦しい、ヤソロイから乗せていく、さらに沿線が届いたのワンキャンセル、ジャンハイからジャンディ、沿線がどこに当たってんだそれ。このシーンを見てメイの方が痛そうな顔してるんでね、わからないですね。3連勝となりまして、リスタートとなります。再びスタートボタンをちょっと押してもらいます。ギルティギアエグザール
Who dares to enter the mayhem?Heaven or hell, duel, duel one, one. Let's rock. So,電話来てたけど多分大丈夫かな。さあ上海かぶせて、うわーバイビー、これが潰されてしまうんじゃないですか。ベータブレード体力が並んだが、ゲージ差メイが 50% 溜まろうというところ、何か引っかかったら危ないが、ここ相手のブリッツね、あまりの狙いはしっかり見極める。うわー日記体育マジか、ブレブルチック、あーちょっとジャンディー上から叩いた SD からアルファ奥攻めはチャイス、さらに差し切り、立ち合いサルトを出しからの広いとなります。1本シャップさんです。うめえ2点決寿司からの立ち切り、繰り返して表、さあここ右側やりづらそう、遅すぎてんをしてて、さらにお寿司券投げると、お寿司券ね画面に流ってる、うわー長いですからね。サイス 2S 止めて、うわーと上から潰されてしまう。どっちだ、追いかける、足払い置いて、これは届かないで一旦距離を取ります。さあ拍手設置、差し合いからクイシャッシュ、ハリスか、いやここは飛んでいます。お互いにピョンピョン飛んで、どっちにいるかわからん、わからん、どっかれる、後ろ殴って届かない、さあ空中ヒット、ああいうですね、ジャンストとかす、足払い、そしてから追いかけて、タクシーに足、ここはねしっかり見てます。さあガンダッシュ、さあ立てるか、ここは相手の点に対して反応しますね。ジャンケー S から刻んでいきたいが難しい、ふっ空投げ捕まえた、デンジャーが光っている、これ前ハイからのよ、1、2、3、ホイホイホイ、超減るんだけどこれ大丈夫マジかよ、クジラかなと思ったんですが、当たり方がパーフェクトでしたね。どこ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 ポーン流れがまずい、つらん、おお投げ返している、これちょっとね下手にマイフィー出して死んでしまいます。まあ難しい、ジャンディ上海沿線が画面端、ベータブレード1射目ヒット、あー点が出ない、ジャンディ上から叩いて追いかけて、ボールを縦に、さあ対空の処理、あー走ってくれ、もう1回、あーこれはダメかな、大丈夫、あやっぱダメだ、勝ったのはあゼスケさんの名が4立てです、すげえ早すぎて目で追えなかった、焼けっぱちで暴れたら、すごいですねあゼスケさん、なんかバーストもなんかかなり芸術的に高かったんじゃないかなと。では2番ルーザーズです。さあ B 番台試合ですね、超絶悶絶切りもみ大旋風のダメージがめちゃくちゃやばかったですね。今日は久しぶりに長谷さんにも会ったんです、元気そうでよかったっす。一生なんか遠藤さんが対戦してたんですけど、後ろでヘギーさんが遠藤さんのチップは犯罪だからって、遠藤さんは俺犯罪者だと思ってるってね、
パワーワードをね連呼してて超面白かったっす。犯罪者だと思ってるとやばいっすね。うわあ。メダム最強ですね。ちょっと映していこうかな。見れるかな。ギリ映ってる。お、野さんもうちょっとだけ後ろ下がってもらっていいですか。今ちょっとせっかくなんで遠くなっちゃったんですけどね、カメラ使って映しております。チャミさんとケイさんか。ソルベノムってどうなんですか。あーなるほど、大人な回答ありがとうございます。あー割と悪くないってことなんですね。わお、ダッシュ速いってのはいいんでしょうね。全部に対応したいメノムと対応させたくないでね、手数というかこの足の速さで。おーおおおいけぶっきらだ。ちょっと面白かったですね。ああやばい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 、なんかポケモンバトルやってる感じですかね。シャミさん避けろみたいな感じでね。いや避けろってチートじゃねサトシみたいなね。さあ、じゃんから投げていく。前ハイから。画面端。こうなると苦しい。まあ、こうなったらソル苦しいじゃなくて、全キャラ苦しいですからね。さあ、ボール弾いて、金エスストラグル割っていく。じゃんけんしてさ。1、2の3、ホイからの、キャノンですよ。さあ、デッドタグル。じゃんエスかしのげな。これバースト使ってボール1個2つ、このボールに上がって飛んじゃったりするとやっぱベノムのいいようにやられてしまうんで、ある程度前に出るっていうのが大事ですね。2敗体育、チャミさん結構やっぱ試合してて相手の行動を読んで2敗体育っていうのを結構使ってるイメージだったんで、今の狙う通りって感じですかね。あーうまい、かなげからの前ハイ、ボール2つ、グラウンドでもくれない。これ読んでいた。あーしんどい、アクションゲームの始まり。サーカーが引っかかってしまって、あボールが残っている。うわ当たってしまった。最後は立ちハイスラムで勝っておりますのはケイさんの上の胸です。おめでとうございます。では A と B 移動の方お願いいたします。 A 番内、アゼスケさんのチームと今勝ちましたケイさんのチームかで、 B 番内ルーザーズ FAB さんのチームと、ジャインさんのチームです。あ間違えた、あざっす。ホサさんは来たかな、大丈夫かな。今日はアゼスケさんしか勝ってないんで、うちのチームもうアゼスケさんに何も言えないっす。A 問題は
オッケーですか。では、スタートボタンを押して始めてください。お？ホストさんがマルハンさんに進化しました。見ていきましょう。アゼスケさん、マルハンさん活躍したら俺をクビにしてマルハンさんを入れるっていう、これはテストですね。今日は何もやってないから俺は何も言えないんだ。ああ、ハゲさんが爆発。さあ神奈川市マルハンソル対ハミファースト、残るメンバーはハゲさんのチームはケンジさんのベノム、富士通さんのソル、メガさんのレイブン、ワンピーガはマルハンソル、アゼスケメイ、ジョニオフにハサクメヘヨンです。はい、俺も進化なのかな。ガンフレー、ガンフレー、ハメじゃんこれ。降りたらガードだし、さあ待ちで、まあ、ホルト張らないとね、ハメない。おっ、ホッサさん到着です。ガンフレー出しますよ、もうバッチリ。ガンフレー2回、ケイリー、ゼタケロ、マイピー、立ち合い、ジャンディー、リボルバーから走り、お疲れ様です、ホッサさん。今日は 3-on-3 ではなくて 4-on になりました。おっと、ノーリー、レー刺して、これはそう、体力が並んで、突入押し込みたい。あー、わちゃわちゃしてる、走、マイハイ、装填、アジミ、おいしい。いやー、完成、ミスワイがレベル2みたいになっている。過去の取りたい取りたい、あと1本止めた、足払い取った、確定。うらー、 SKD 爆発、もう1回というところですが、体力残りませんでした。勝ったのはマルハンソル、感性どういう付き方だよこれ。さあ見ていきましょう。同期打線、富士通ソルトにマルハンソル、何それ、どこで判定発生してんの。あこれはマルハンソルが飛び出ましたね。じゃん、はい、夏死刑つないで、モルか、まだデンチャーを生かせるか、生かしていく、ガンフレ、ジャンディ、ジャンディ、ハフにいる、マイビーズ、フィンネス、マイハイ、ガンフレ、フェインとか、どっち、お、フルス、返して、足払い、モロカニック、バイパーダウンを一緒、あ、だだ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 だ、おっと、これで負けたらまずい、マルハン、遅れてしまった。さあ第2ハンド見てー、フリンガーが飛んでくるか、いやガンフレバーサイか、ザンディクータイク、投げられているのはマルハンソル、ピーケ、え、じゃあピーでサイか、ジャンディ、ジャンディ、ハフにいる、マイビーが出てない、大丈夫か、ダイオット、直撃位置がここは微妙に入れ替わらず、ここでボルカニックワイブ、もう一回ガンフレイム、ちょっとこれダッシュから出してしまったため変な感じですかね。それ早いですね、今のボルカ、ドバーン、キャンセル、バーフニール、ガンフレイム、もう一回しっかりダメージを取って、ボルカニックワイブは締め、あーもったいない、なんとか切り返しはいるんですけど、なかなか続かない、ボールから打たせていました。イエスイエス、パーチハイスラと決めて勝ったのはマルハンソル、見たてです。やれやれだぜ、ソウソウ vs メナメナ、ゲットエンツロー、最後ここだ、うちのどうしたの？
君なら使おう。皆さんどうした、カードなくした、え小銭でもない、やばいじゃんそれ。まあ、とりあえず農家で、さあ、なかった、なかった、グゼニーで、ちょっと皆さん見かけたら教えてあげてください。ダメなし？サメヤマさん。とか、グラザインクルス。さあ、ハフに出して、かっこいい、これは青いし、グラザインクルス。ああ、マジで、あ、まあ、そりゃそうだよな。ああ、マジなの？ハリからのバースト、ダウンフレー、ダフ、この距離はちょっとボルカですね、飛んできます。なるほど、どうすんのこれ、ドラゴンインストールっぽいモーションが見えましたが、グランドインプレスを出していきます。さあ、ブッキラー捕まえて、ジャンディ、ジャンディ、マフニール、これは地獄当てのミループ、マイピー、マイハイスラから、裏には行かせない、確かに飛びます、グランドワイパーから飛んできて、置き攻め、2K 足を上げたのリボルバーへ、モニキャンセルから、2P、2K、ニュース、止めて、ディスクージャー、転倒している、かなり危ない状態だわ。ああ、何しても OK って感じです。刻んで、刻んで。さあ、ちょっと様子見。さあ、ジャンプ B、ダッシュ、出たところに刺さりましたね。いいタイミングでした。バッチリです。さあ、そうだ、上に行く。まあ、ダメージを取ってというところでしょう。グラウザインプレス。さあ、それはまずいぞ。あはは、確定。いや、少しダメージ追いかけていく。ライオットバックスミス、あーっとバーストガード狙われていた。チャンスかして色々あって、ダメージ取って立ち合い、素晴らしい。ジャンプダメージ起きすぎ、クーシャッシュ S、 はい、マイピー出して、ジャンディジャンディカフニール、バーストタイランド、これは体力は残りませんでした。勝ったのはマルハンさん3盾です。大将出てくるのはケイチさんか。おう、どこに最後使ったの。あった、なんだよ、心配させやがってよ。中身は入ってる？ちょっとチェックするから貸して。今度はもっとたくさん入れてきて。チェックします。さあ、波を抜けていく。ちなみに、茨城から。ツッチーさんがいつも遊びに来るときは毎回5000円を両替してからそれを筐体に突っ込んでくれると嬉しいですね。だけどずっとあのレベルの人たちと戦ったら俺だと5000円じゃ足りないですよ。100連個ぐらいして疲れさせるって感じで、本当にそんなことやってるやつ一人いたな。いなくなってしまったが、さあエンゲス、うわっとカーカス回っていた。一本選手はヘイさんのベナムです。
で足払いから奥攻め、ジャンディ弾き、カーカスからここは足払いの前に入らない。さあちょっと苦しいぞ、ボールに当たりすぎてしまうボールが3つ目の前に。このねダッシュ完成かなり乗せたグリーンがジャンプキャンセルキャンセルなんですがね、スライドの入力以上に飛んできます。うおー、上海特に当たったーからのダッシュ投げ、勝っているのはゲイジさんです。この結果が下せないようだが、プロに力技で勝とうと考える方が失礼ではないか。あずすけさん、今日ちょっとやってないで出ていいですか俺やぶ、ちょっと頼むわ。さあ、変わりましてジョニオさんが出てきます。名前がドラムロ。わかりませんが、どういう意味でしょうか。さあ、ポイント搭載してバスを使う。頭がめんどくさいんで空中で直下してじっくり近づきたい。おーっと、これ直下して投げ、さあ下段取って画面端、ダークエンジェルでゲージが削られる。さあ70パーぐらいあったゲージがもうない。6回さあジャンプ系カウンターから、さあ弾打って、さあシューティングモードめんどくさい。さあじっくりベノム側は攻めていく。さあここはセットアングル使ってリバウンド台はエビーさんのチームの勝ちということです。はい、ありがとうございました。さあマイビー刺さってしまって一本取っていくのはケイス&ベノム。さあコインにダッシュして潜っていく。さあっとこれはスバイハンダー何もせずのとこにバーッと使っていく。ロッケーヒットからダウン取ってパシャイヒット、コインが当たる。さあ金エース、コイン金エースからエリアに持ってってスバイハンダーレベル3。さあパシャイでジャンプを潰していく。さあ上海カウンターからこれはコンボ決めて倒していく。一本取り返して最終ラウンド、さあコインと QB が搭載。さあこれは集団ガードしている。さあ空中ダッシュ、おー投げ返すのはジョニー側。さあコインレベル3まで貯めてダウン取ってパチケヒットから、あっとこれはいいヒット確認でしたがなかなか難しい。さあこれは下段、さあベノム側の置き攻めが攻めが続いて機関使ってマットスラグル。さあライン中段ガードしてる、よくしのぎたんですが 6K にマイピー合わせて、これ素晴らしい。さあ画面端ゲージもないのでこれはついぞ、ダークエンジェルからもう一回ダークエンジェル、バーストに使ってしまって当たって勝ったのはケイさんのベノム。優れた勝負師は全ての勝負の中でたった1回しか勝てなくとも、それで勝ちになる。ゲージも 25% ぐらいしかなかったんでね、まあ相手も 100% あってダークエンジェル2回やられたら死んでましたって感じでしたね。きつかった。さあ出てくるのはホッサさんの組む。負けられない戦いがここにあると。しかし相手はベノム、ベノム組むはどうなんですかね。さっき見た感じすげえ組む側きつそうでしたけど、さあでもワンチャン通ればっていうパワーキャラにありがちな
さあこれ逃げ取ってさあ下段取ってさあここは真剣真剣2回でしょう。これでダウン取ってさあ超電動攻め通ってゲージを貯めてもう一度超電ガン、さあ中段取った。一本取ってくるのはボスターさんの組む。そうですね、置き攻めまでいけると組む側はすごいいけそうですね。敵技もないですし暴れる技もなかなか足払いぐらいだと思うんでなかなかきつそうです。では立ち回りはやっぱりベノム側が結構いい感じな気がします。超電がどううまく使うからですかね、見た感じ。さあ固めてベノム側が固めて画面端まで持っていくブリッジで一旦返す直下して、さあジャンエスが通らない、投げ通ってカーカス、おっと何が当たった見てなかった、ああアイスラッキーカーガスですね。ありがとうございます。あーこれはどうする、あー空中で直下しておージャンプ系直下して着地投げる、しっかりしてますね。さっきから空中攻撃ガードして直下して着地投げてる、素晴らしい。ああハイブサー落とし、空中ハイブサー落としが通ったんですが、ここは一点攻勢、あこれはローマキャン使って足まで当たらない、ハイブサー落としだマイピー、OK ダウン取ってゲージがないので削られる、結構削られたんですがハイブサー落とし通って、さあ足払い通る、さあ機関使ってハイブサー落として上から行って真剣、さあこれはジャンハイ、ジャンエス直下して前ハイ投げが出たところ投げけたいんですが6回が出て当たってしまったという感じですかね。あくまで成功、いやー立ち回りきそうだ。さあここでベノムが2立て3立て、ということは大将ということかな。出てるのはアメステさん。さあメインベノムもなんかとなく分かりませんなかなか分かりません。さあマイピー通ってさあ玉とクカさんを出していく、相手は玉だけを出していく、さあこれはロニーハイスラッシュにマイピーちゃんと刺していく、6回でダウン取って攻め、おっとこれ裏回り対空からおすかしダークエンジェル仕込んでた感じですね。がメインのバックスはすごい性能いいですね。さあマイピーサウンドヒットしないので弾を生成して、さあハイスラカーガスで上には逃がさない、あー、ABさんチームはどっちを応援してるんでしょうか。あるあるという声が聞こえましたが、ジャクソンの言い方、いや、でも正しい正しい正しい、おー、6Kカウンターから差し引いてないで正しい。さあ、バッチテン下がってマイピーマイピーカウンター、エンス使って、さあ、これ対空が先ほどから冴えている、さあ一気に走ってくるのはベノム、さあこれはキャン使って確定、さあこれ中段通る、さあ次の置き攻めが通るときついぞ、まだ知らないんですがこれきつい、
さあ頭再生して、めんどくさい、つらい。さあ頭伸ばして気を使って球がいっぱい飛んでくる。マイピーすごいしんどい、うわーきつい。さあどうする、一旦上に逃げてやり過ごす。直がしがホルダーガールホルダーしてマイピー勝ったのはケイスさんのベラムということで、決勝進出はケイスさんのチームとなります。君は悔しがるほどにその腕を連磨したのだよな。さあ、そうしましたら、決勝、K さんのチーム対、ヘビさんのチームとなります。はいよ、スパーレファッキーベガメすいません、大変失礼しました。いやけど、最近ちょっとベノム戦やってもらったので楽しくなってきました。いや、もちろん冗談なんだけど、本気で捉える人がいるかもしれないけど、冗談だっていう、それをね。大丈夫。くそ、やられたい。優れた勝負師は、いやーまあくそー、1回しか勝てなくとも、それで勝ちになるように考えるという。けどまあ聞いてて気持ちいいもんじゃなかったかもしれないけど、ネタとはいえ申し訳ありませんでした。ちょっと一応謝っておきます。なんかやりづらいな、やっぱな、ごめんな。いやー徹底されました。Guilty Gear. Who dares to enter the main? さあ、というわけで見ていきましょう。なんと8戦チーム決勝進出、ケイチメノブ、カギファースト、フリーツーソル、メイマスリーブンチームとノブソル、 FAB 補助金、ドイソル、チャップチップチームです。かなりねボスラッシュって感じなんですけど、頑張りましょう。 Heaven or Hell Duel 死なばもろともで行くしかない。さあ、アゲさんのファウスト、さあ、さあ上げて落としてゲージフェッシュ。あ、これただエリアルに行ったんですけども、出ていたアイテムがメテオということもありまして、ちょっと諦めました。いや、なんかいいぞ、動きがすごくいい気がするが、上級者に置き攻めに行かれてしまったらひとたまりもない。あーっと、何か急に思い出してしまったか、ヤドラみたいな、ド忘れみたいなモーションで、あれは軽キャンセルです。俺は一体何をしてっていうね。いかーい、画面がせ。さあどうなる、置き攻めはちゃんと砕けろ。敵の投げ仕込みも IP があるとしても、ここはちょっと、おお、ここで返す爆弾。あー、空中戦引きずり下ろした、出し合い、ドリルから遠距離エース、ここを押していきました。お、危なすぎる、今日ちょっと回すのがまずいですね。うまい、蹴飛ばした。うまい、悪い、ちょっと見えましたね、今俺は当たらないじゃない、どんどん入る、乾燥してる。ハハ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 。さあ走ってきたロイソレ、画面足しのぎたい、暴れ潰しを見せてしのいでいる、タチケ返した、ありそうか、あるのか、爆発。さあ空中へ捉えてるロイソレ、投げ仕込みの前、あー、ここ暴速にしすぎちゃったかな、どうなんだこれ、はいはい、あ、冷静、うわさあ惜しかったですね。まずてめえが医者にかかる話はそれ。 Here comes the daredevil.
Who dares to enter the mayhem?今年もね、エモサイバーは、はい、やります。やります、はい。Heaven or Hell, Duel 1-1, Let's Rock! このゲーム、ダッシュで止まろうとするとね、コルトしないといけないんでね、大事です。パフにいる、マンケジャンディ、さあ、ゲージさんの負担を減らしたいと無実力言っておりましたが、ボーキャラ戦五分ですから、なんかあれ分かってる、ワンチャン。さあ、いいダッシュを見せていく、これ拾えるかな、 S、 はい、素晴らしい、いいジャンプ、いや足払いを、おー、北斗と南って感じですね。あーあーあああなんだ、コムになっている、それっぽい、あー、もたない、生かしたい、投げて、奥攻め、まだデンジャーか、あ、そうか、イグザート最後の年末裁判か、そうだわ、来年はまたみんなで盛り上がれるのか、まあ、とりあえずそれは一旦置いといて、あーふうにラッシュで置きです、あ、B 変えた、 B 変えた、 OK、 ありがとう、うまい、あーお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 ー、パフにいる、あー弱気になった方が負ける、ジャンディー、ジャンディー、パフにいる、これちょっと高さが怪しい、プリンス、はい、ジャンディー、ジャンディー、ジャン、ケー、ディー、リモルバー、ガメ欲しい、燃えている、ジャン、ケー、ディーだけど、さあ頑張れ、トゥリオさんは今飲み返し、ネイソマイフィーザシャイ、ジャンディー、ジャンディー、ハフニール、立っているのはノイさんです。やれやれです、さあ3人目はメイマさんです。メイマさん分かってんの、ケイさんの負担を減らすためには何が必要か考えてみ。考えてみ。船のポーズは強い、船読めないんだけど、いけ。さあ見てみましょう、ロイソル対メイマス・レイヴェン、さあ空中戦仕掛けていく、お互いやっぱね空中にいることが多いプレイヤー同士の対戦なんで、相手の気持ちを、あ、これ確定、溜めていく、あーなんだ、超特急です、やばすぎる、画面端、何、お、あれ、さっきんだ、びっくりしたぜ、え、補正を切ったの今っていうこと、謎のフレーム消費じゃないかっていうことにしといてやろう、あバーバイ、これはミス、しかし空中戦ジャンプ、じゃあハンプリー前ジャンピーで来てましたね、すごいボタン押してますね、うわあ、しばらい抜けていきます、ダッシュ、さあライオット前フィー、うまくガトリングつないで、なんかそれっぽい、序盤でバッケンの上決めたってのもでかいですよね、地上をちょっと意識しちゃってるって感じでしょう、さあ手を引っ込めます、いやーまあそう、これガードできたんじゃないかっていうところですが、チャンス、なんだって、自殺志願者、ハフにいる、出しゃい、ジャンディー、ジャンディー、これはピヨルのかな、大丈夫、まだ大丈夫、ゲームとも打てるし何でもできる、テンションあれば何でもできる、あービビってる、ビビってる、さあ上引きずり下ろして、さあ基本ミルキーの基本ができておりません、ネイマスレイブン地上に抱いての攻撃はフォルトレスディフェンスを張らないとガードできません、さあ勝ちたくなってきたバッケにボルグが刺さります、さあ気持ちを落ち着かせて、ラオさんインプレス、チャンハイ、ラオさんインプレス、次は通している、さあ、おお、
最後のファーストガードをふざけた野郎だぜ。いやしかし何がね、勝ち方はどうでもいい。貴様は貴様はこれで少しね楽になりました。その種を有効に使える。ベジータみたいに戦えないサイヤ人はね、殺されて粛清されちゃうかもしれない。ほいっ、Here comes a daredevil. Who dares to enter the mayhem? Soul versus Raven. Get ready to go. Heaven or hell. Duel. One. One. Let's rock.さあ、レイブンマックンって誰だ。レイブスレイブン対ノブソル見ていきましょう。ソルが続きますね。キーパーソー、まあね、先ほどの試合見て、うわぁジャンケ主人公って感じですね。うわぁ、フニール、おーあ、死ぬ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 、わぁビビってるビビってる。さあ、あ、遅いぞ。おい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 、遅すぎるだろ今の。頑張ってたけど、あんなに頑張ってレバガシャしたの全然減らなかった。リングフィットの力それまでか。さあガンフレー、危ない、危ない、どうした、あはマントが燃えた、マントなんていらない。画面端に亀山さんはジャンピー当ててダウンを取ってグラファインプレス走ってくる。針が刺さって横方向への動きが遅くなります。うーおー、うまい、発射グラファインブレス急に上手くなりますね。あー、これはうまい、スライドブリンガーで返していきます。これで空中グラファインブレスとかの選択肢を、ね、増やしていく。おっと、リボルバーゲージ温存しかし、あー一リッポーンか、バースト使っていきます。サーセンからの、うまい、さあ苦しい状況には他にありませんが、さあロマンキャンセルファー、お、タッチクイック、これどうだ、残りそうな気がする、勝てるなマジで。それだけの奥攻め耐えている。あー、期待がね少し待たせてダメでしたね。ちょっとビビってたね、一覧のようなワンヘクラってから。いや、メイマスさんの試合実況しやすいわ。さあ出てくるのはケイさんのメイドムです。先ほど私のチームは4立てされました。さあランクアップマッチ、みんなちゃんと手を挙げて元気集めないとね。メイドム元気玉たくさん作るから、うわ強い元気、あー捕まって画面押し、シャンビーフレバースト、さあ田島に戻ります。近づかれないように、さあタックには自分からボールを弾いて、さあ割りに行きます。 S はいフレバースト、さあ裏を取る、クーだけ Q5 確かに YP 前ハイスラー、すらボール一つ弾いて、さらに行きます、ダメなし、フィンガー MP でキャンセル、ミハイカーカス、あ、ハメハメハメ、画面端 Q5、 さあ、しのいでいるが、苦しい、あはは、住所画面端どうする、前ハイ叩いています。まあ、徹底して地上意識したところで、ここで前ハイスで叩き落とすという形になっています。さあ、いい学生、うまい、前ジャンプ、ジャンハイ、ジャンハイ、ジャンハイから大きいんだよね、やっぱね、ここでもしっかりと刺さってくれますか、見やすい。さあ、しかし、メノムを攻められた、苦しい。リボルバーから、ギラ、切り返しがやはり、距離を離してのスティンガーエンがあるとはいえ、近距離はちょっと厳しい。さあ、時間はまだたっぷりあります。この時間を使って、相手を捉えていきたい。
ジャンディ休みを置いてきました。いやーしかし空中ダッシュ、ジャンディからのジャンプ系統を決めていきます。最終ラウンド優勝を決めるかのオブソル、それともネマルかケンシレノム、ストラグル読んでいた。おいしい、しかもこれ当たり方がめちゃくちゃいい感じ。そうでもないか、エース。気づいたら体力が半分、そして残り 2,3 割というところ。ゴルステマギ総裁したが、マフィアそのまま巻き込めた、逃げていく画面端。これバーストで大事に使っていく。あー急な狙ったが空中投げ、これ逆にただの飛びに相手に 50% 使わせたっていう意味ではベノム側は美味しいかもしれない。バーストだけんじゃありますからね。これはボルカいけるか、あー持ってかれた、これ痛いんだ削り。さあ背中がガリガリ削られてる。うわボール2つ、あーっと当たってしまった。気持ちめくりっぽく考えてしまったんですかね、こう表を向いてたっていうのは。まあ関係ないんですけど、けど人間ってなんか普段ない、ね、状況に置かれるとあれこれもしかしてみたいなね。シャップさん、さあシャップさんがキャラをかぶせるっていう悪い人です。悪い人もクソもねえだろってね、大会だぞこれはって、真剣勝負だっつってね。Heaven or Hell Duel 1 1 Let's Rock。 さあ天使でシャリシャリしてるだけで結構きついと思うんですけども、どうでしょうか。あーバースト、シャップさんのバースト今日も元気がいい、生きがいよすぎます。画面端、シャップさんやばい、機動力を殺されている。画面端カーカス、カーカス、あーあんなにたくさん動けるチップが画面端でしゃがみ状態。さあしかしここで脱出成功、イエス、あー届いている、張り付いかない。さあ起き上がり、じゃあはいジャンディか、なるほど、これは状況かなり良さげです。やめてダーケンジェル、うまいこと隙間埋めていく画面足、あなんか気づけばいつもの位置、あこれ負けちゃった。いやしかし負けても思って、すごい置き攻めがからの着地、ただの垂直ジャンプです。やばい、これ多分ロイさんで目玉にかかってますね、チャップさんやばいですね。さあ横浜の風が吹いている。さあやばいやばい、セブンアイランド、セブンアイランド、やばいやばい、あははは死んだ。さあ総裁、ジャンハイキ怪しい、追いかけていきます。2敗戦から足払い、スティンガーヒット、おー読んでいく空中ダッシュ、バーストねかなり気をつけないといけません。画面端、ミネス95、ミネス、カーカス、これ当てていく。さあ10位になった。さあ店員にボールが刺さって、距離を詰めまして無理をしない、弾いて前 P、 ここで総裁、もう下段が通って溜めて削っていく、スライド追いかけてアルファブレード一生懸命攻めている。さあ上海、ここは空回りしてしまいました。勝ったのはケイシさんのベノム。収蔵みたいになってましたね、確かに。できるできる。さあやはり味方の大会、FAB さんを倒さないと始まらないみたいな感じの展開になってまいりました。決勝戦、大将戦です。動けない忍者はただのかかしですなんて、いろいろくっつきすぎだろ。どれかに2つぐらいにしときなさい。真のキャラかぶせ、まさか画面端、あー最強。まずはマイケーからの、こちらは実質ガーフですからね。あこれもガーフです、ガーフしか負けねー。マイケーデコピン、マイケー取り集団は、うわーやばい、トゥリオさん見てくれてますか、無理です。トゥリオさんが見てようが応援してようが、トゥリオさんがダメ出ししようが無理です。さあ第2ラウンドへ優勝エリートをかけていきます。 FAP フォトギー、さあ助け、あーっとこれ食らってしまった。さあ細かく刻んでストラグル、画面端が、クス、なになに、読み読み、やばい、上海これはまたシャンピオンが見えてくるか、マチケイニエス、ダスト。さあちょっとケイさん気を取り直して攻め倒したいんだが、あーっとマイハイガンマホール、マイケイポジショナー、
こんがり焼けてしまいました。勝ったのは FAB ボジョムキン。さあケイさん、ここでついに力尽きてしまう形となりました。いや、チャップさんあたりまではロイさんのメタバニがいいように聞いてたんですけど、 FAB さんはやはり慣れてましたね。ささやき戦術に耐性がありました。 FAB さんが危なげなく勝利となりまして、本日の 3-4-3 やるためホーンは、優勝チームは FAB パチョギン、ナブサル、ロイサル、チャップチップチームとなりました。おめでとうございます。しかし2位のチームアッセンチームね、大健闘となりました。素晴らしい、ケイチさんがね大活躍だった。決勝戦は皆さん頑張ってました。やはりね、こうやってアッセンで参加しても全然チャンスありますんで、よかったら皆さんも参加していただけると嬉しいです。特にね、新作はまだほら発表されてないですから、もしかしたらできないかもしれないから、今のうちにたくさんゲーセンの大会出てくといいかもしれませんよ。はい、というわけでお疲れ様でした。